はい、どうもちゃん。きのこでございます。ということで、僕、無類のお刺身好きなんですよ。ご飯屋さん行くと、高確率で刺身定食を頼むわけですよ。そこで、今日なんですけども、理想の刺身定食を作っていきたいなと思います。で、お金の上限は今回はなしでいきたいと思います。なので、ものすごい豪華なやつができると思います。はい。というわけで、早速、買いに行ってきます。あ、おった、変な坂のおじさんだ。うい。今日ね、俺さ、刺身定食めっちゃ好きじゃん。毎回頼むじゃん、俺。そうだな。それをさ、ちょっと自分で作ろうかなと思って。あ、材料買いに来たんだ。材料買いに来た。あん、材料ねえけど。そうだな、今日に限って干物がないじゃない。今日に限ってねえんだって。わかめもらおうかな、じゃあ。わかめ買ってけ。今旬だもんね、わかめね。そしたら、あとカニが欲しいんですよ。カニのお味噌汁を作りたいなって、いいのがありますやん。ワタリのお酢を2杯もらおうか。刺身にアワビもつけるか。これはね、多分国産のアワビだからめっちゃ美味しいと思う。これも1個もらおう。うわ、ここめっちゃ素敵じゃん。生きた魚がいっぱいおる。メバルとカワハギで、これメジナですね。メジナも釣れた時は真っ黒になりますけど、海で泳いでるとこんな色なんですね。冬のメジナは美味しいっていうからな、メジナもらおうか。で、メジナだけだとやっぱり寂しいから、なんかマグロとかそういうものもこういうところで買っていきたいと思います。で、やっぱりこのイクラとかも色合いでいるよね。イクラとかも買ってこう。さてさて、こっちに来まして、車エビも買ってこうかな。車エビの塩焼きもつけたいな。まあそんなもんかな。あとは適当にパラパラっと買って帰りたいと思います。それじゃあ帰宅。ただいまということで、本日の食材がこちら。よいしょよいしょ。たくさんの魚介っていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。エビ、アワビ、サザエ、ウニ、イクラ、グレ、本マグロ、シマアジ、ワタリガニ、ワカメ。っていうことでね、食べたいものをどんどん買ってったら、買いすぎちゃった。で、本日のメイン食材はこちら。さっきまであの水槽で泳いでたグレ。水槽で泳いでた時はあんなに真っ白だったのに、しまったら黒くなりましたよね。で、この車エビもまだ生きております。アワビもサザエも生きてますよ。カニだってまだすごい元気です。そうしたら今日はたくさん作っていきます。まずワタリガニとワカメのお味噌汁で、2品目お刺身、3品目鮮度のいい車エビ買ってきましたんで、こちらは塩焼きで、4品目はこのアワビとサザエで、牡蠣がありますんで、それをこの陶板焼きの鍋に入れて蒸します。よく旅館とかで出てきますよね。で、5品目ワタリガニ2匹あるんで、1匹は普通に塩茹でしましょう。なので今日はこちらの5品作っていきたいと思います。そしたらまあ刺身以外で調理が大変なのといったら味噌汁なので、味噌汁から作っていきましょう。味噌汁は最初に作っといた方が、こうカニから出汁がどんどん出てきますんでね。それからいきたいと思います。まずはこちら、今が時期の生わかめでございます。わかめね、下の方にこう茎がついてます。茎もこれ味噌汁に入れて美味しいんですけど、今日はあえて葉の部分を使っていきますね。ちょっと後のこのわかめはご近所さんにあげよう。そしたらこちらのわかめ一度流水で洗います。海に生息するこの横エビっていう虫みたいなやつがね、たまについてますんで洗ってください。これはそしたら刻んでいきます。このぐらいに。で、わかめは食べる直前に入れてください。煮込んでしまうとクタクタになってしまいますんでね。こんな感じですね。そしたらお味噌汁作っていきますね。お鍋にお水を入れまして、よいしょ、火にかけます。で、そこにだしパックを入れます。で、煮出してる間にカニを仕込んでいきます。身入りがいい方を塩茹でにしよう。でね、内子が入ってると思うんですよ。こう見た時にここが若干こう黄色いの分かりますかね。これ卵が入ってる証拠です。この時期にはね、ワタリガニ内子入りますね。なんでこっち塩茹でにしましょう。こっちの方が小さいので、こっち味噌汁にします。そしたらワタリガニを締めていきます。いただきます。締め方は口から箸とか金串を入れて、お腹の方に反り返してピュッとやります。ここに神経がある感じですね。口から入れて上に向けてシュッとスライド、そうすると閉まります。こっちも行きますよ。口から入れて奥まで行ったら上に向けてスライド、閉まります。そうしましたら、こういうとこかなり汚れてますので、シゴシゴシとブラシで洗います。このね、手の付け根とかがね、汚いんですよ。で、味噌汁とかは殻ごと使いますんで、ふんどしの裏、ここも洗ってください。ここめちゃくちゃ汚いです。ほら、ここめっちゃ汚いの分かります。もっと綺麗に洗います。そしたら味噌汁用のカニは、ふんどしはこれ取っちゃいます。ふんどし外して、
ほら、ちょっとね、打ち粉が見えてますね。そしたら、一匹丸ごと入れてもいいんですけど、半分に割った方が出汁が出やすいので、半分に切ります。こんな感じですね。きっちりですね。出汁もいい感じに出ましたので、出汁パックを取り出して、カニさん入れていきます。で、ぐつぐつと煮込んでいきます。そしたらコンロは1個しかないので、石油ストーブで湯を沸かして、塩を入れて、で、こちらの大きい方のメスのカニさんを茹でていきます。よいしょ。甲羅を下にした方が良かったんだっけな。こういう風に茹でていきます。そしたらカニの出汁がよう出ました。美味しそうですね。そしたら火を切って、味噌を溶かしていきます。今日は赤でいきます。味見。うまい。これであとは食べる直前にさっきのわかめを入れたら、わたりがにのお味噌汁の完成。そしたら酒蒸しをセットしていきます。平たいお鍋にまずは国産の、これアワビですからね。酒蒸しはね、このぐらいのサイズがうまいんですよ。で、牡蠣、で、サザエを2つと。うまそう。最高じゃないですかこれ。いいね。で、そこに日本酒を垂らします。で、蓋をして、あとは火にかけるだけです。で、次はエビですね。生きた車エビはめちゃめちゃ危ないです。何が危ないかというと、この角、バチバチ暴れて、この角が刺さると、ブスッと刺さります。めちゃくちゃ鋭いんですよ。なので、ペーパーで頭を押さえて、で、裏向けて、尻尾の方から打っていきます。キュッ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 と。はい、こんな感じ。こっち側も一緒。頭を押さえて、尻尾側から、キュッ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 と打っていきます。こう串を打つことによってエビが丸まりません。で、綺麗に焼けます。で、塩をかけます。炉端焼き器にセットします。これでじっくりじっくり焼いていきます。で、焼き上がったら完成ですね。はい、ではいい感じに焼き上がりました。そしたらこちらを盛り付けていく。火場を敷いて、そこに盛り付けます。あったかいうちに串を抜かないと、冷めてからだと抜きにくいのでね。で、エビは横向けるよりこう縦向けた方が綺麗ですよね。で、そこにレモンを切って盛り付けます。はい、これで車エビの塩焼きの完成。はい、そしたらワタリガニもいい感じになりましたので、こちらも盛り付けていきます。うまそうですね。そしたらワタリガニはこの黒いお皿にハランを敷いて、こう乗っけます。はい、これで、ワタリガニの塩茹での完成。では、残すところ、お刺身だけになりました。いよいよ今日のメイン食材、こちらのメジナ。こちらグレって呼びますね。さばいていきたいと思います。まずは、鱗を落としていきます。で、今日は頭も使うので、この鎌の部分は、あえて鱗を落としません。鱗を落とさない方が光沢があって綺麗ですのでね。はい、鱗が取れましたら、下ろしていきます。まず、エラを抜いていきます。エラついたまま姿作りにしてしまうと、エラから血が出てきますんでね、できるだけエラは取ってください。はい、取れました。そしたらお腹割っていきます。さあ、油はあるかな。お、いいね、油ありますね。バリバリってほどでもないですけども、油はしっかりありますね。これ全部内臓脂肪ですね。はい、そしたらおろしていきます。頭つけたままおろします。ここら辺から包丁を入れて、こんな感じですね。で、こっち側も同じ角度に1本入れます。で、この時に背骨は落とさないでください。背骨はつけたまま。そしたらお腹の方から包丁を入れて、いつものように3枚おろしにしていきます。うわ、まだ身が生きてる。ビク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 ってしますね。背中の方にも1本入れて、ここのラインとつなげます。で、背骨に沿ってゆっくりゆっくり入れていきます。で、ここまで行きましたら、次はこの尻尾ですね。いつもピッてやるんですけど、姿作りにするときはちょっと大きめにここ残します。その方が見栄えがいいです。こういう感じですね。で、腹骨を断ち切ります。せーの、よいしょ。おお、いい意味だ。綺麗な身してる。ね、こうやって厚みもあって素晴らしいです。そしたらこっち側も下ろしていきます。
で、こっち側の身はこう頭ついたままだと邪魔で浮いちゃうんですよね。なので頭をわざとこうまな板のところにストンと落とします。そうするとビタッと平らになりますんで、これで下ろしていきます。同じように背中に1本、お腹の方は頭邪魔になりませんので普通に下ろしていきます。で、こっちも尻尾は大きめに残して、腹骨を出し切ります。はい、こんな感じ、綺麗に下ろせました。はい、そしたら腹骨ついていきます。うおー、すげすげすげ、わかりますか、ビクビクビクってしちゃうの、ほら、まだ動いてます。グレは生命力が強いのでね、こちら側も下ろしていきます。腹肉をできるだけ残すイメージ。よし、腹骨が取れましたら次はここ真ん中の血合い骨を落としていきます。サクッと落としていきます。はい、こんな感じ。ちょっと失敗しちゃった、でも皮引いちゃえば分かんないんでね、皮も引いていきます。尻尾の方も同じように皮引いていきます。油があるからね、すごく皮が引きやすいです。つるっと包丁が滑りますね。そしたら今日はここに塩を振って、食塩締めだっけな、なんかそんなようなやり方があるんですよ。こういうまだ生きてる魚の身に塩を軽くかけると、身が動き出して身の中に入ってる余計な水分が出てくるんですよね。それやっていきたいと思います。まな板をこういう風にセットして、で、身をくっつけます。ペタペタペタと。そしたらここに塩を振りかけます。少し少し振りかけます。あんまり振ると辛くなっちゃうんでね。で、裏側にもこうかけます。これでしばらく置いておきます。今動きましたね、ここら辺。でピクピクピクって動くんですよ。ほら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 、ここら辺動いてます。で、そうするとね、身から水分がすごい出てくるんですよね。ほら、今もうベチャベチャです。これをすると旨味がより強い白身のお刺身になります。これである程度水分ができたら完成ですね。そしたら今日これ変わったエビ買ってきました。これね、身のエビっていうエビで、これ鮮度いいんでお刺身で食べれます。殻もね、すごく剥きやすいんですよね。プルッと剥けます。こんな感じですね、プルンと、こういう風に剥いていきます。で、わかめたくさんあるから、やっぱりつまとして使おう。茎と葉を丁寧に取って、よいしょ。この茎もね、甘辛く煮るとうまいんですけどね。茎と葉っぱに分けれました。で、これを茹でていきます。さっと湯がいて、で、火が入ったら、よいしょ、お水にくぐらせます。うん、やっぱり香りがいいな。カットわかめとはまるで別物ですね。で、食べやすいように刻みます。で、ザルに入れて水気を落とします。はい、そしたら刺身切っていきます。まず土台を作りましょう。大根切って、で、立てます。で、竹串を頭に刺して、で、大根で固定、こういうイメージですね。そしたら尻尾も同じ要領で固定してあげると、こんな感じですね。そしたらこれをドンと乗っけます。そしたらこれだとちょっとまだ不安定なので、後ろにツマをかませます。これで安定感がぐんと増します。そしたらグレーの下にツマを引きます。で、大葉を敷いてツマを隠す感じでね。そしたらグレの身を切っていきます。そぎ切りでいきます。結構大きめに切っちゃっても大丈夫です。はい、こんな感じですね。盛り付けれましたら、次は山を作って大葉を置いて、ここにマグロを切ります。今日は本マグロの赤身を用意しました。5貫ぐらいでいくか。で、
次はちょっとずらして、ここにこちら島味ですね、切っていきます。あ、やば、何切れとるやんこれ。すいません、こっちのカメラ切れてました。で、今だいたいこんな感じになってます。で、島味を乗っけます。で、ここにツマをガッと置いて、で、そこにエビを置きます。かわいいかわいいミノエビちゃんを並べていきます。で、こんな感じ。そしたらツマを置きまして、竹のやつを置いて、ウニを箱ごとドカッと置きます。そしてここにヒバも生やして、ワカメもここに置きまして、で、ここにツマを敷いて、マグロ、マグロで、シマアジ、大葉を置いて、そしたらグラスに大粒イクラをたくさん流し込みます。ポロ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 っと。ただ今こんな感じですね。そしたらそこに食用菊、このね、白身の寂しいところに黄色をポンと持ってきます。で、こちらすだちですね。すだちは薄切りでいきます。薄く薄く切りまして、で、白身エリアに置いていきます。すだちの香りをつけていく。で、今日はこちらわさびの芋も買ってきました。イボイボを取り外して、わさびのおろし器ですりおろすと。で、すったわさびをよいしょ山状にして、ここにポンと置きます。はい、これで船作りの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。今日はこの昼飯でやっていきたいと思います。うまそう、最高すぎるな。ちなみにね、これ1万円以上かかってます、今回の食事。ありがて。そしたらまず酒蒸しを作っていきましょう。火をつけて、で、乗せて、で、蓋をして蒸していきます。よし、じゃあ蒸してる間にお味噌汁いただきますね。やっぱ生わかめから入れると違うな。いただきます。うんま、めっちゃ上手にできた。ワタリガニの濃い出汁が出てるわ。ちょっとご飯持ってこよう。白米持ってきました。で、申し訳ないです、皆さんすいません。でん、ギーのやつちょっといかしてください。いただきます。あ、ごめんなさい、コップ移すの忘れてましたね。もう飲みたすぎて直でいっちゃいました。よいしょ、8対2ってとこですね。そしたらじゃあお刺身食べていきましょうかね。まずはこちらのまだ生きてたグレですね。おろしたてわさびも乗せて、醤油につけていただきます。うめえ、プリプリのシャキシャキで、塩で締めたから表面がねっとりしてるんですよ。うまい。次はこちらマグロちゃんいただきます。本マグロの赤身ですね。わさびもたっぷり乗せて、醤油つけて、ご飯と一緒にいただきます。うめえ、うん。続きまして、皆さんが気になってるであろうこちら身のエビ、僕もこのエビ初めて食べます。身はめちゃくちゃしっかりしてます。でね、尻尾が簡単にむけますね。醤油つけていただきます。あー、うまいな。これ甘エビに近いですね。甘エビともっと弾力の強い感じの身質ですね。美味しい、甘みがめちゃくちゃ強いです。続きましてこちら僕の大好物、シマアジのハラミですね。わさびをつけて、醤油つけて、これはご飯といこうか。いただきます。うん、脂ノリノリ。次は
エビを剥いていきます。うん、味噌もうまい。よいしょ。レモンをビャーっとかけていただきます。うん、まっ。この手についた塩までうまい。エビの風味がついてます。次はこちら、ワタリガニ剥いていきます。うわー、うまそう。うち粉たっぷり。じゃあまずこのうち粉からいただきますか。いただきます。うめー、幸せがきとる。じゃあ次は身をいただきましょうか。バキッと割って身がぎっしり詰まったところ、こちらですよ。いただきます。うわ、甘みも強い。うまいわ。食べたことない方一回食べてん。これ本当にね、うまいなと思うよ。ビール。あー、ちょびっと残しとこう。貝でまた飲まなかんね。まあ一本おろし入んだけどな。そしたら白米ありますよね。そこにイクラちゃんをかけまして、ウニをザザ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 ザッと乗せます。うわ、ちょっとこぼしちゃって。でそこに醤油をちょんと垂らしていただきます。うん、うめ。そんなこんなで酒蒸しが出来上がりました。まずはアワビを外します。よいしょ。うわ、ほら、うまそう。次はサザエ。このサイズのサザエはね、うまいんですよ。姫サザエって言ってね、砂も少なくてとっても美味しいです。で僕の大好物、牡蠣。うわー、うまそう。やっぱ牡蠣はこの時期が一番うまいですね。でまずこちら牡蠣いただきます。うん、うわー、うめえ。おお、ああ、幸せ。ちょっと2本目いかせていただきます。やっぱ足りんかった。次はサザエさんいただきます。うん、ほろ苦くて美味しいね。うん、この肝のほろ苦さもいいんですけど、この身が柔らかいんですよね、姫サザエって。めちゃくちゃ美味しい。で最後こちら、アワビさんいただきます。柔らけえって幸せだ。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は僕が思う理想の刺身定食を作ってみましたけども、ちょっと気合が入りすぎてしまいました。定食というよりかは旅館とかで出てくる夕飯みたいなやつができてしまいました。ありゃ定食じゃねえ。値段を決めない代こういう企画やっちゃうとああいうことになっちゃいますんで、次からは値段決めてやりますね。はい、というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。